皆さんこんにちは、浦部のです。髪を切りました。1個前の動画をぜひ皆さんご覧になっていただければと思います。で、今回は何をするかと言いますと、今更だろって感じがすごいすると思うんですけど、私ツイッターを持ってないんですよ。で、持ってるんです。正直言うとね、持ってるんだけど、そのツイッターは私宝塚が大好きなんですけど、宝塚の情報を仕入れるための私が何も発信しないアカウントなんですね。なので趣味アカウント、それはもう自分がつぶやかず、もうひたすらに情報を入れるだけっていうねやつなんですけど、私がこのツイッターじゃなくて YouTube をやってるよみたいな感じでみんなと交流ができるアカウントが欲しいわけで、それを今日を作っていこうと思います。でね、こんな感じでアプリはねすでに持ってるんです。で、まず名前を入れます。で、電話番号、メールアドレスがいいな。で、生年月日、認証コードが送られてきます。で、パスワード、パスワードは見ないで。はい、 OK 入れました。プロフィールの画像はもちろんあれですよね。はい、これを適用させて OK。 自己紹介、自己紹介、自己紹介ってあれだよね、下にババーっとこう出るやつでしょ。あれさ、シンプルな方がさ、ちょっとかっこいいなみたいな雰囲気あるじゃないですか。私だけかな。なんだけど、ちゃんとこう何説明していきたいってなると、もうちょっとちゃんと考えたいから、とりあえず今はしない。で、ツイッターで使われるアドレスです。これがあれだね、アットマークなんちゃらかんちゃらってやつでしょ。浦部ちゃんだよ、おいけるじゃん、浦部ちゃんだよで入れます。これ浦部綾乃の方が良かったかな。まあいっか、いけました、できました、できました。はい、ということで浦部綾乃アカウントできました。この上のところのさ、青がちょっと悲しいから、こんな感じでかわいい。これでフォローとかはとりあえず誰をフォローしたらいいか分かんないので、このままにしてとりあえずできましたと。で、まずは、これは、あれだよね。自分が投稿しないと、よくないよね。まず1個目のツイートは、だいたい、あれでしょ？なんか自己紹介だよね。ちょっとまず漏れてる写真を撮ってフォローしてくれる人を増やす作戦でいこう。この髪型にしたらさ、めっちゃさ、これ、なんだっけ。ピアスが生えてとってもいい。なんか何もしなくても雰囲気ある人に見える。このさ、自撮りを見られるの一番恥ずいねこっちがさ本当の私の姿で、こっちが何フィルターのかかったちょっと仮の姿みたいな感じ。これ最初か最後だな。いや、最後だな。これを使います。はい、まず最初の投稿、この写真を使って、この写真最初この写真使うんかな、これ普通。どうなんだろう、どうなんだろう。いいや、この写真でいいわ。これこっぱずかしい。これどうすんだろうっけ。これで最初はツイッター始めました普通かなツイッター始めました。なんだろう、なんだろう、これ初めてのツイート。あ、いいじゃん、あ、いいじゃん。なんかさ、こういうのさ全部シンプルにした方がさ、なんかあんまり多くを語らない系みたいな感じでさ、ちょっとかっこいいなって思っちゃうんだけど、これはこれで正解なのかな。ツイッター始めました、 YouTube してますみたいなこと書いた方がいいのかな。 YouTube見てねみたいな。なんかチャラいかなチャラいって何、ツイッターでチャラいって何って感じだけど、なんかこういう絵文字バシバシつけてる感じで、ちょっとチャラめな感じかな。ツイッター始めました、 YouTube 見てね。どうどう、いいかな。こんなもんかな。これでさ、今さ、これ撮っとうやん。したらさ、帰られんけんさ、ちょっと、恥ずかしい。てか、マジ鼻かゆい。やばい、鼻かゆい。これで、行くよ、行っちゃうよ。いけー、着いたー。送信しました。でーん。
ついに始めちゃいました。えへ、これさ、プロフィールはちょっと後で作っとくわ自分で。というわけでね、私ちょくちょくエゴサしますので、浦部彩乃とあのツイートに入れてくださったり URL を載っけてくださったりする方のところにこうしていいねをしに行きますので、はい、皆様よろしくお願いいたします。私のツイッター生活がスタートいたしますので、皆様これからもよろしくお願いいたします。でよかったらフォローをしていただけると嬉しいです。あのインスタグラムもしてるんですけど、インスタグラムが結構ちょっと私カッコつけてるんですよ。だからちょっとねアップしにくくて、だからねツイッターをしたいなと思ってそうなの。あのインスタってさ、やっぱ写真メインだから、なんかちょっとかっこいい感じにしないと、なんかちょっとね、なんかそういうのあるじゃないですか。だからなんかちょっと上げづらいなと思って、だからツイッターを始めた次第でございます。というわけで、はい、ありのままの浦部ちゃんをこれからも発信し続けていきますので、これからも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ということで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。今日は報告動画でした。またねー。